皆さん、あんみつを食べながらで結構ですので、どうぞこの藤沢の謎解きにお付き合いくださいませ。いいタイミングでバラ屋敷からのそよ風が。はあ、少々のこの時期になってもまだバラのいい香りがしますね。ほんとだ、まったく贅沢な庭なのだよここは。続けてちょうだい藤沢くん。かしこまりました。どうした白蓮、柄にもなく緊張してるのかい？正直緊張してるのね。カチカチじゃないか。なんだか懐かしいねこんな白蓮は。そうそう、白蓮って緊張したらそんな感じになるんだったね。しばらく見てなかったから忘れてたよ。藤沢くん、気にせず続けてくれたまえ。どこまで君が謎を解き明かしたのか興味津々なのだよ。私はワクワクもしている。私もワク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 。商品がかかってるからね、頑張って。かしこまりました。では。この謎解きは今から2ヶ月ほど前のこと。私たち4人がこの縁側で月をめでながら晩酌を楽しんでいたあの夕時に始まります。百蓮先生が突然この藤沢にお隣のバラ屋敷の秘密を解いてごらんなさいと今回の謎解きを持ちかけられたあの日でございます。白蓮先生のそのお言葉は、この藤沢にはまずバラ屋敷と神谷三姉妹との間にある秘密を解明せよというミッションのように思えました。またベロニカさんやナタリアさんから発せられたお言葉からもこのように思えました。従いまして、私藤沢は自分に課せられた第一のミッションがバラ屋敷と神谷三姉妹に関係する秘密の解明であると理解したのでございます。第一のミッションでございますか？ナタリアまでその口調？ついつられちゃって。藤沢くん。はい、白蓮先生。その口調。ああ、やっぱりカッコつけすぎちゃいました。素敵ね。マジですか？私も嫌いじゃないな。続けて。では改めていざ。突然あの謎解きミッションを課せられた藤沢は、突然真っ暗闇に放り出された野良犬も同然、なすすべもございませんでした。あー、かわいそうなポチ。わおーん。あー、よちよちよち、暗闇に捨てられたの。誰がそんなことを。ひどいね。あんた共犯者やろも。はい、ごもっともです。暗闇に放たれた野良犬藤沢でございましたが、そのような逆境に絶望することなく、なんとか出口へ通じる道を探そうと決心をしたのでございます。しかし決心したのは良いが、現実は甘くはございません。何をどうしたら良いのか見当もつきませんなんだ。野良犬藤沢は数日の間ただただ暗闇に佇んでいるしかございませんでした。正直申しまして孤独でした。しかしそんな藤沢を励まし続けたのは他でもありません。藤沢くんの百蓮への思いなのだろう。もちろんそれもありますけど。おや、これは意外な反応だね。じゃあ何なんだい？それはベロニカさんのお言葉でございました。え、私なの？私なんて？この謎解きを藤沢に課すのは、神谷三姉妹が藤沢を心から信頼している証だとおっしゃったんですよ。もうお姉ちゃん、そんな恥ずかしいこと言ったのかい？あんたもうなずいとったろうも。そうそう、うなずいとった、うなずいとった。不覚なのだ。それで藤沢くん、迷った子犬ちゃんはどうしたのかな？そうでした。ほほ、数日間暗闇に佇んでおりました野良犬藤沢でございましたが、はたと気づいたのでございます。神谷さん姉妹がこんなに不親切なはずはない、藤沢をこのような野良犬扱いするはずはない、きっとすでに何らかのヒントを藤沢に与えてくださっているのだと。そこであの夜交わしました皆さんとの会話を何度となく反芻いたしまして、とりあえずは美女と野獣を読んでみるしかないのではと思い至り、
そこから歩みを進めることにしたのでございます。読み始めるまでに数日もかかったの？あんなに大胆にヒントあげたのに、なぜ？いやー、まず訳本を見つけ出そうとしたんですけど、文庫本なもので見つけるの面倒で。信じらんない。ちょっと藤沢くん、大丈夫なのかな？君の謎解きエクソシストは来週公開だよ。なんたって商品がかかってるんだからね。心配ないのだよお姉ちゃん。藤沢くんはすでにビルヌーブ夫人の現象を見つけているのだから。え、本当？まあ素敵。そこでちゃっかりと見つけちゃいました。ナタリア、なんでそのことを？先日偶然公園で現象を読んでいる藤沢くんに会ったのだよ。お姉ちゃんたちに言おうかなとも思ったんだけど、結局言わなかったのだ。お楽しみが減ると思ってね。もうずるいな。ベロニカさんが藤沢に書庫整理を依頼したのも、迷える子犬藤沢にヒントを与えたかったからでございますよね。書庫整理ってもうお姉ちゃん、そんなヒントあげてたのかい？ただバイト君に仕事頼んだだけですけど。ま、そういうことにしておきましょう。しておきましょう。それで藤沢君はその原書から何を読み取ったのかな？まず、この原書の内容がボーモン夫人が書いた美女と野獣の内容と大きく違うことに気づきました。それで内容の違いにヒントがあるのではないかと思い、フランス語の原書を読み進めていたのですが、ヒントが見つかりません。それでこの本そのものに何かヒントがあるのではという方向に考えを変えてみました。なぜって、普通日本国内で一般的に知られているのはボーモン夫人の美女と野獣でございますから、ビルヌーブ夫人の美女と野獣はかなり珍しいわけでございましょう。さらにそのフランス語の原書でございます。この本の存在そのものが珍しいと藤沢は考えたわけでございます。